こんにちは。山田団長おすすめの一冊ということで、今日はですね、現代の帝王学、伊藤はじめさんが40年ほど前に書かれた書籍なんですけど、私がこの書籍と出会ったのは約20年前で、もう何度も読み返しています。で、帝王学っていうとなんか大それた感じなんですけども、リーダー学だとか、人間学っていうふうに置き換えてもいいと思います。それで帝王学の3つの柱ということで大きく3章に分かれてましてですね、それで、これもまた帝王学の3つの柱っていうとちょっと大それてるんですけども、リーダーとしての3つのファクターっていうふうにね、置き換えてもいいんじゃないかなっていうのを思います。1つ目がですね、原理原則を教えてくれる師を持つこと、先生ですね、人生の師、先生を持つことですよと。で、2つ目が直言してくれる側近を持つこと、3つ目が幕品を持つこと、良き幕品を持つこと、幕品っていうのもちょっと聞き慣れない言葉ですけど、パーソナルアドバイザーって言いますかね、そんな風に置き換えてもいいと思います。で、とにかくですね、相対する人です、いわゆる人生の師も直言してくれる側近も幕品もですね、相対する人なわけですけども、全てですね、やはり、自分自身がね、求めないとなかなか出会えないと思います、人生の師との出会いで、また直言してくれる側近、会社で言うと勇気を持ってね、上司に直言してくれる部下っていうことですし、やっぱりそういったことが言えるような環境を自らね、作っていかないかんということもありますでしょうし、やっぱ求めることが大事だと思います。それで、幕品っていうのは、要は当事者である、例えば私なら私のことが好きでですね、本当にこう応援したいと思ってくれる、人で、時に、見守ってくださっていて、時にアドバイスや苦言もね、呈してくれるような、そんな人ですと。その3つがリーダーとしての、良いリーダーとしてのね、ファクターですよと、帝王学の3つの柱ですよというふうにね、教えてくれる、本当にこう、ちょっと3分でですね、これをご紹介説明するのはなかなか難しいんですけども、非常に歴史上の人物であったり偉人さんの言葉や生き方を事例としてですね、もう本当たっぷり原理原則というかですね、本質的な人間の心理というか営みというか、そんなことが綴られた非常に深い、何度読み返してもですね、醍醐味のある、そんな一冊ですんで、ぜひ、40年前に書かれた本ですけど、今でも十分通用する一冊ですんで、ぜひお読み、いただきたいと思います。